ムスタファニアス・ムスタファニアスは、セネガル共和国の政治家であり、外交官。1978年から1984年までと1993年から1998年まで、外務大臣を務めた。1939年11月4日、カオラック州、カーマジアベルで誕生。1999年6月16日、彼は、 アブドゥデューフ大統領と他元を分かち新党、新歩勢力同盟を結成し、2000年の大統領選挙に立候補、アブドゥデューフ、アブドライワットと戦った。ニアスの得票は第3位であったが、デューフとワットは決戦投票に持ち込まれた。ワットは勝利後、ニアスを首相に指名した。2002年、国連事務総長、コフィー・アナンは、ニアスをコンゴ民主共和国に、 彼の特使として派遣した。現在、AFP 幹事長。モーストフェニアッセ。A f p s、e f p s e n e g a l o r g 2016年3月3日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年9月10日へ覧。ありがとうございます。